はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼとです。今日はですね、久しぶりに、はい、ハードオフで、すごいカメラを見つけました。まあ、すごいと言ってもおそらくですね、それすごいのって言われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私にとってはですね、すごいカメラですね。はい、ご覧いただきましょう。はい、オリンパスです。はい、これ見ていただくとおそらく何の変哲もないオリンパスのカメラじゃないかと思われるかもしれません。見たところ、これ OM1 ですよね。で、レンズもですね、50mm で F1.8 がついてますけれども、ここがですね、銀色になっています。はい、さてなぜがすごいかというと、実はこれオリンパスの M1 といって、おそらくですね、1972年から1年間くらいしか作られなかったというカメラです。この M1 というのはですね、実はあのライカから、ライカって M シリーズありますよね、ライカからクレームが来て、そして名前を変更したと言われるカメラです。で、このオリンパスの M1 はですね、 M は前谷義久さんの M を取ったということで、まあ、非常にあの歴史的にもですね、あの価値のあるカメラで、一部の方ではやっぱりコレクターズアイテムになっていると言われるカメラです。はい、ですけどもね、よくヤフオクとかで見ると非常に安く取引をされてたりしますので、おそらくそういった歴史的な背景とか、このカメラの希少性ですね、ご存知のない方はおそらく、まあ、普通の OM1 じゃないかということで取引されていると思いますけども、私にとってはですね、やっぱりこの M1 ですね、過去に一度だけ私手に入れたことあるんですね。十数年のうちに一度だけです。で、その時は、まだこの M1 の価値というものがよく分かっていなくて、他の確か OM2 かなんかと変えて入れ替えてしまったという経緯がありますけど、今こうしてフィルムカメラの YouTube やっていて、このやっぱり M1 をねご紹介できるというのは非常に嬉しいですね。はい、で、私のこの M1 はですね、はい、ハードオフのジャンクです。店頭でですね、今日は出張で、はい、山梨県の方に来ています。山梨県というのは非常にハードオフの多い町なんですけども、そこのハードオフのジャンクコーナーに展示されていました。まあ、レンズ付きで1万1000円ということで、決して安くはないんですけれども、でもこの希少性から考えたらきっ と価値のあるものだと思います。もうレンズもですね、見ましたらカビもなくピカピカです。で、やっぱりね、OM1 ですので、ね、ファインダーを覗くと 下の方に、はい、もやもやっと、これプリズム部分の腐食なんですね。プリズムの腐食がありますけど、古いのに撮影に支障のあるようなプリズム腐食ではなくて、非常に使えるプリズム腐食です。はい、中も開いてみると、もちろん、モルトもですね、劣化はしてますけど、非常にシャッター目も綺麗な状態です。で、まあ残念ながらね、シャッターは、はい、4分の1まではですね、はい、なんとか切れますけど、4分の1以下は、はい、ちょっと低速不調ですね。ですけど、これはおそらくね、使っていくとなんとかなるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日は、はい、こんなに素晴らしいカメラですね、オリンパス M1 です。今日は回転テーブルにないので、じっくりこうして、はい、皆さんにご覧いただこうと思います。もうほとんど使用感のないカメラなんですね。はい、裏面もこんな感じですね。はい、張り革の劣化もありません。はい、皆さんもこのオリンパスの M1 お持ちの方いらっしゃいますかね。おそらく、まあ、5000台くらいの、製造ということで、持ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。で、一つ、はい、見ていただくと分かるように、この、巻き上げレバーのところのプラスチック部分ですね、ここだけは、最初私が手にした時はついてたんですよ。ところがですね、
あっという間にポロポロと砕け散って何もなくなってしまいました。まあ、こんなところもね、特に撮影に支障もあるものではありませんし、それ以上にやっぱりこの M1 の価値の方が私は感じます。はい、ということで、フィルムカメラの YouTuber としては本当に嬉しいことですね、この M1 をご紹介できること。はい、前谷義久さんの思いのこもったオリンパス M1、 こちらはですね本当に実際にフィルムを入れて撮影をしたいと思っています。でここに電池ありますけど、MR9 という水銀電池使うんですけども、残念ながら今水銀電池売ってません。ですので関東カメラサービスさんのアダプターを使うか、もしくはですね、625A というアルカリ電池があるんですね。それが代用として使えますので、そんな電池を使って、おそらくですね私の感覚で言うと露出系も動くカメラだと思います。はい、今日はオリンパスの M1 のご紹介でした。これからもですね、様々なフィルムカメラをご紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。とは言ってもこんな M1 なんか、一生のうちにそうそう出会えることじゃないなと思っています。はい、今だからのんびりフィルムカメラのひとりごとでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。